皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。では今回はギレネボジオのゲフジオン軍編第2部続きをプレイしていきたいと思います。まず宇宙からですね、状況を確認しておくと、ソロモンとアーバーは空を中心に部隊集結させてまして、この後ですね、こちら宇宙空に敵部隊39詰めていて、アクシズに部隊28と詰めているので、まあ大部隊になっているということを、まあ念頭に置いてですね、この先の作戦考えておきたいと思います。まずこちらの宇宙10の方に部隊が少し少ないので、こっちにですね一部部隊を移動させておきたいと思います。ビグザムもこの際移動させておきましょうか。ハイザックの数は揃ってるんですけども、指揮官機に相当するガルバルディがちょっと足りていない状態ではあるので、それをビグザムで補いましょう。続いて地上なんですけども、アクシズの残された重要拠点3つあります。1つがジャブローですね。そしてキリマンジャロ、マドラスとありますので、今回ですねこれらの基地に攻略を仕掛けていきたいと思います。まずキリマンジャロなんですけども、まあ部隊集結前ですが、とりあえず生産が開始される前に侵入だけして敵の動きを封じ込めていきましょう。では続きをプレイしていきます。ではまずキリマンジャロ基地に攻撃を仕掛けていきます。この後増援が入ってきますので、増援が来るまでの間ですね、進行ルートを確保しておきたいと思います。進行ルートは無難に補給線上をたどりましょう。で、冒頭でお話した通りですね、この後キリマンジャロに向けて後続の部隊が入ってくるのに加えて、ジャブロー方面、さらにインドマドラス方面と各部隊入ってきますので、そこで一気にね地上をジオンのものにしていく、アクシズから奪還していくという動きを加速させていきたいと思います。開発部より新兵器の開発が終了したと報告。ようやくハイザックカスタムの開発が始められるかなと思いますので、そちらの方もね進めていきましょう。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。これですね、開発部の提案をご覧になりますか。だいぶ後半も後半、ゲームの終盤も終盤というところですが、このハイザックのカスタム、これを戦線にね、投入していきたいと思いますので、新兵器開発を行っていきましょう。で、研究開発費への投資はもうこれで最後かなというふうに思いますので、あとはですね、原油勢力で頑張っていきたいと思います。売額投資して一気に前線に投入できるように準備進めましょう。ジャブローですけども、敵が、まあ、キュベレーだったり、ズゴクイ、さらにはガルバルなんかも作り始めてますので、ここはもう部隊を投入していきます。これでジャブローも戦争状態に突入になります。で、この後ですね、マドラスにも部隊を送り込みますし、キリマンジャロはすでに交戦中になってますので、冒頭でお話した戦略にのっとってですね、マドラス、キリマンジャロ、そしてジャブローと3つの基地の攻略、引き続き進めていきます。まあ、さすがに敵もですね、重要拠点だけあって、パーフェクトジオングとか、ガルバルとか、強力なね、ユニットを配置してきているので、まあ、消耗戦にはなるんですけども、このね、地上における3つの重要拠点を一刻も早く制圧して、アクシズ本拠地を叩きたいと、まあそういう思惑ですね。敵エリアに侵入しました。ではここはジャブローになります。ここもねハイゴックなんかをうまく使いながら進んでいきましょう。こちらはマドラス基地になりますね。マドラス基地にも部隊を進行させていきます。まあ、パッと見でアプサラス、
あとはマラサイなんかもいるように見えますが、まあ、ここも臆せず進んでいきましょう。これの戦い、インドはねまだちょっと未踏の地なんですよね。まあ、正直観光目的とかその夜遊び目的で行きたいなっていう国ではないんですけども、まあ、人生で一度ぐらいはねちょっとインドも足を踏み入れておきたいですよね。あんまりね衛生的にそのすごくいいっていうような印象もないですけど、最近はやっぱりねインドも大国化してきて近代化多分進んでると思いますんでね、ちょっと見届けておきたいですよね。これでキリマンジャロ基地攻略になります。キリマンジャロはまあすごくいい、あとアプサラス配備されてましたけども、まあ、キューベレーとかねパーフェクトジョングはいませんでしたね。残り2つ、キリマンジャロ基地とジャブロ攻略進めていきます。キリマンジャロに関しては部隊数ではすでに逆転というかね、我々の方が有利ですけど、モビルスーツの質で言うと敵は、まあ、パーフェクトジオングもそうですし、ガザシーなんかもいる一方、我々は、まあ、ハイザックとハイゴックが中心の部隊にはなっているので、まあ、ややね、兵器の質という面では不安な点が残っているので、ここは集団戦法で確実に削っていきましょう。あとは、まあ、ドップをね使い捨ての駒として使って索敵を先に当てておきます。このキリマンジャロ基地にはパーフェクトジョングが全部で3機配備されてますね。相当な量ですよね、3機のパーフェクトジオングというのも。マドラスを攻略した部隊はハイゴクを除いて宇宙にも戻します。これでアクシズのね追いもさらに狭めていきましょう。ではキリマンジャロ基地もパーフェクトジオングを撃破して攻略完了としていきます。パーフェクトジオングが3キルっていうねキリマンジャロでしたが、まあ、ガルバルディ隊がいたのでなんとかね攻略の方は完了できたという状況になります。ここもですねハイゴックとガウはジャブロ方面に転戦させて、ガルバルディとハイザックは宇宙に戻してですねアクシズ本拠地攻略戦に備えたいと思います。ジャブロの攻略戦ですけど厄介なのがアンザムですかね。ちょっと数が多いのでこのアンザムを潰しきるのに時間かかりそうですね。まあ、それ以外は驚異的なものはないかなと思いますので、まあ、時間はかかると思いますけども、じりじりと追い詰めていきましょう。このジャブロは本当に攻略しづらいですね。まあ、川が多い、まあ、いわゆるアマゾンだと思うんですけど、アマゾンのね川が張り巡らされているので、まあ俗に言う天然の要害というか、まあ、そういう形になっていてですね、モビルスーツがなかなか進行できない、入り込めないっていうところがあって、ちょっと時間かかってますけども、それでもなんとかね、攻略の目処が立ってきましたので、ここで攻略した後は、宇宙に戦場を移していきたいと思います。すまなかったね。ではこれで、敵の最後の地上における拠点、ジャブロの攻略を完了していきたいと思います。この後はねアクシズ本拠地に攻め込めると思いますので、地上に残った宇宙でも使えるガルバルディ、ハイザックなんかは宇宙に移動させて部隊を再編した後アクシズ本拠地へ攻め込んでいきましょう。異連閣下、アクシズの戦力は低下し本拠地宇宙要塞アクシズの攻略が可能です。アクシズでは次回ですね提案します。アクシズ攻略作戦を行っていきたいと思いますので、今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。